気づくのが遅かったけど、本当にそんなに思ったんだよな。一人で生きてるつもりが全然一人じゃ生きれねえっていうかさ、みんなに助けられて本当にこうやって生きてるんだな。震災で甚大な被害を受けた岩手県大槌町。この町で全国を回るある旅の支度をする男がいる。大槌町在住、古舘君。この中で寝泊まりするの。で、ここがほら、ベッドになるわけで、こっちはね。この車に乗って旅をする目的とは。まず感謝を伝えるっていう。まず直接会って、いろんな人たちが来てくれて、いろんな人たちが応援してくれたから、今度は俺たちが、そこに行きたいって。いろんな他県ナンバーのものがいっぱい来てくれるわけ。ありがてえなと思ってさ。俺たち絶対ありがとうってさ、感謝を忘れて絶対ダメだから。君屋さんですか、うん、隊長です。熱い、かっこいい兄貴です。器用じゃねえけど熱い男ですよ。人に恵まれてんのさ、俺みたいなボンクラみたいなやつでも。日本全国で笑って飲んでありがとうを伝えるロードトリップが今始まる。サンクスオンザロード。